平野翔、神宮寺、騎士の三人が作り出す音楽の奇跡。ナンバーアンダーラインアイファーストアルバムの魅力を徹底解剖。滝沢社長のビジョンが光る。ナンバーアンダーラインアイのファーストアルバム、オンラインストア限定販売の成功秘話。ナンバーアンダーラインアイのファーストアルバムは、今年の音楽業界で異例の現象を巻き起こしました。このアルバムは戸部オンラインストアのみでの販売にもかかわらず、 初週で40万枚以上を売り上げ、国内外の多くのファンから圧倒的な支持を受けています。一般的には、店頭販売がない場合、特にライトなファンにとっては購入のハードルが高くなりがちです。しかし、ナンバーアンダーライン愛はそれをものともしない結果を残しました。彼らの音楽に対する熱意とクリエイティブな力は、ファンのみならず音楽業界全体をも驚かせています。アルバムを聴くと、 その多様性に驚かされます多くの人が彼らの音楽スタイルをヒップホップだけに限定して見ていたかもしれませんが、実際には RB、バラード、ポップス、ロックまで幅広いジャンルが詰まっています。平野翔さん、神宮寺さん、岸くんの3人がそれぞれプロデュース、作詞、作曲に深く関わっており、楽曲の完成度とオリジナリティが光っています。特に岸くんは、 自身でギターを演奏する楽曲もあり、その真摯な姿勢が音楽から直接伝わってきます。このこだわりこそが、アルバム全体のクオリティをさらに引き上げ、ファンを引きつける最大の要因となっているのでしょう。また、このアルバムには一つとして同じ曲調のものがなく、次々に新しいサウンドと世界観が展開されるため、聞き飽きることがありません。特に3人それぞれぞのソロ曲では 彼らの個性と感性が見事に表現されており、何度聴いても新しい発見があります。CD や配信でアルバムを手にしたファンたちは、彼らの多様性と音楽的な成長に驚き、何度も繰り返し聴くことになるのです。このアルバムの成功の背後には、滝沢社長の強力なビジョンとリーダーシップがありました。彼は演者としての経験を持ちながら、ナンバーアンダーライン愛を支え、自社レーベル、 トベを通じて彼らが自分たちのやりたたいことをを最大限に実現できる環境を整えました既存のレコード会社と提携することなく、オンライン販売に専念したのも合理的な判断だったと言えるでしょう。大手レーベルと提携すれば、確かに店頭での売り上げを増やすことは可能だったかもしれませんが、その分離益配分や自由なクリエイティブ活動に制約が生まれます。ナンバーアンダーライン愛は自分たちの音楽を正確に表現し、 届けたい相手に届けるために、独自の道を選んだのです。この選択は、彼らの音楽に対する情熱と信念を感じさせるものです。さらに、このアルバムの魅力は音楽だけにとどまりません。ブルーレイに収録された映像も、平野翔さんプロデュースのボーナストラック付きの通常版も、彼らのこだわりが至るところに見られます。核ディスクを外したときに見られるジャケット写真も美しく、 手にに取った瞬間から特別な作品に触れていることが実感できますアルバムの外観から中身まで、彼らがいかに時間をかけて満足のいく作品を作り上げたかが感じられ、ファンにとっては何度も楽しむことができる贅沢な内容となっています。ファーストアルバムの制作において、3人が自分たちの個性を最大限に生かして曲作りを行ったことは、音楽業界にとっても注目すべきポイントです。特に海外のラジオ局で、 INZM や Ice といった楽曲が流れ始めていることは、日本国内だけでなく海外でも評価されている証拠です。これほど多様なジャンルを一つのアルバムに詰め込み、それぞれが自身の個性を持ちながらも統一感のある作品を作り上げるというのは、非常に難しい挑戦だったことでしょう。しかし、彼らはそれを見事に成し遂げ、ファンのみならず多くの音楽ファンに感動を与えています。実際に、 オンラインでの販売だけでこれほどの売り上げを達成するというのは、音楽業界全体を見ても非常に稀なことです。配送料がかかることや、直接手に取ることができないというデメリットがあるにもかかわらず、ファンたちはアルバムを購入し続けています。この背景には、彼らの音楽が持つ本物の魅力と、ファンに対する誠実な姿勢があると言えるでしょう。彼らは一切の妥協をせず、 自分たちが納得のいくまで曲作りに取り組んだ結果、多くの人々の心に響く作品を生み出しました。ファンクラブに入っていない人や、ライブに行ったことのない人でも、YouTube などでアルバムの曲を聴いて、そのクオリティに感銘を受けて CD を購入するケースも増えています。特に、ゴリゴリのラップだけでなく、バラードやポップスも素晴らしいという声が多く寄せられています。これまで彼らの音楽に興味がなかった人たちも、 このアルバムをきっかけにナンバーアンダーライン愛に惹かれていくという現象が広がっているのです。また、サブスクリプションでもアルバム全曲が聴けるようになっていますが、それでも、やはり CD を手に入れたいというファンが続出しています。彼らの楽曲は単に聴くだけでなく、手に取って触れることで、その作品に込められた思いやエネルギーを感じることができるからでしょう。そして、彼らの音楽に触れた瞬間、多くの人が、 これははただののアルバムででないと感じるのです多くのファンが、これだけの作品を生み出した彼らをもっと応援したいと考え、アルバムを何度も聴き続けるだけでなく、周囲にその魅力を伝えようとしています。SNS でも、一度聴いてみてほしい、彼らの音楽は本当に素晴らしいといった声が絶えず広がっており、その結果、アルバムの人気はますます高まっています。No.1 ア,アイのファーストアルバムは、 音楽業界で大きなインパクトを与えただけでなく、その成功が彼らの今後の活動にどのような影響を与えるのかも注目されています。すでにアルバムの楽曲が海外のラジオ局で流れ始めているという事実は、彼らが国内にとどまらず、グローバルな視点で活動を展開していく可能性を示唆しています。今後、海外公演やコラボレーションなど、さまざまな形で世界中の音楽ファンに彼らの音楽を届ける展開が期待されます。 ファンの間でも話題になっているのは3人それぞれが異なる音楽的バックグラウンドや経験を持っていることで今後どのような新しいスタイルの音楽を生み出していくのかという点です。平野翔さんの力強いボーカル神宮寺さんの表現力豊かなラップ岸くんの卓越したギタープレーと彼らがそれぞれの得意分野をさらに伸ばし新しいジャンルやスタイルに挑戦していくことは間違いありません。 ファーストアルバムは彼らにとってスタート地点であり、ここから彼らがどのような音楽的な旅を続けていくのか、その一歩一歩がファンにとっては大きな楽しみとなっているのです。さらに、ナンバーアンダーライン愛は既存のアイドルの枠にとらわれない活動スタイルを確立しつつあります。彼らは音楽だけでなく、映像作品やファッション、そしてライブパフォーマンスにおいても独自の世界観を打ち出しており、 そのクリエイティビティは他のグループとは一線を画しています。アルバムのリリースだけでなく、SNS や YouTube での配信など、さまざまなプラットフォームを通じてファンとの交流を深めていることも、彼らの人気を支える大きな要因となっています。ファンとの距離感を大切にしつつ、常に新しいことに挑戦し続ける姿勢は、多くの人々に感動を与え続けているのです。また、 彼らの成功が音楽業界全体に与える影響も見逃せません。オンライン販売を主軸に据えながらも、ここまでの売り上げを記録したことは、これからの音楽リリースの新たな可能性を示しています。既存の販売方法に頼らず、アーティスト自身が自らの手で作品を届けるというスタイルが、これからのアーティストたちにとって一つのモデルケースとなるでしょう。このようなチャレンジ精神が、ファンや同業者からの高い評価を得ていることは、 彼らが単なる偶然の成功ではなく、本物のアーティストとして確固たる地位を築いていることを証明しています。ファーストアルバムの成功を通して、No.1&I はすでに日本の音楽シーンを大きく変えつつあります。これからどのような新しい作品を生み出していくのか、彼らの音楽を通じてどのようなメッセージを発信していくのか、その一挙手一投足が注目されることでしょう。ファンのみならず、 音楽業界全体が彼らの動向を見守っている中で、彼らはさらなる高みを目指し続けることは間違いありません。最後に、ナンバーアンダーライン愛のアルバムは単なる音楽作品ではなく、彼らの情熱、努力、そしてファンへの感謝が一つに凝縮された作品として、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。このアルバムをきっかけに、彼らがどのような新しい未来を切り開いていくのか。 その物語はまだ始まったばかりです。これからも彼らの音楽を通じて、多くの人々が感動し、勇気づけられ、そして共に歩んでいくことでしょう。このようなアルバムの成功は、単なるセールスの数字以上に、彼らの音楽が持つ力、そしてファンとの絆がどれほど強いかを示しています。彼らはただのアイドルではなく、本物のアーティストとして自分たちの音楽を作り上げ、発信しているのです。 それが多くの人々に支持されている理由であり、これからもナンバーアンダーラインの音楽がさらに多くの人々の心に響いていくことでしょう。結局、ナラインアイのファーストアルバムは、彼らの音楽に対する情熱と才能、そしてファンに対する感謝の気持ちが詰まった作品であり、それが多くの人々に伝わっているのです。彼らが時間をかけて取り組んだその一曲一曲に、彼ら自身のストーリーや思いが込められており、 それがリスナーにととっってて特別ななものとなっています。このアルバムを通して彼らが次にどのような音楽を作り出すのかその成長を見届けたいという気持ちがますます強まることでしょう。